年齢や身体的な能力、障害の有無にかかわらず遊ぶことのできるインクルーシブ遊具を導入した広場が札幌の農士公園に今日オープンしました。今日リニューアルオープンしたのは札幌市西区の農士公園の中にある広場です。およそ4000平方メートルという広大な敷地に小説ガリバー旅行記をテーマにした14基の遊具が設置されました。そのうちの7基がインクルーシブ遊具です。インクルーシブ遊具とは性別や年齢、言語、能力にかかわらず一緒に楽しむことのできる遊具です。滑り台では車椅子と補助する人が通りやすいよう広く緩やかなスロープが設けられたほか、体を固定するサポートがついたブランコなどがあります。なんかすごいです。1歳の子でも遊べやすい遊具も結構充実してて、なんか幅広く年齢的には遊べるのかなと思いました。農士公園のインクルーシブ遊具のある広場は国内最大級で、大型の遊具は近くの小学校や公園利用者の人気投票で決定したということです。